けましておめでとうございます。お願いします。いや、去年一昨年からですかね、うん、小坂さんによって私に目を開かされました。いやいやこのね、日本という国はね、面白いんですけどね、面白いことをね、私たちはずっと知らさずに来たんです。私たちの祖先はね、絶対的な神様をね、考えなかったんです。何かですね、こういう役割の神様とか、こういう役割の神様にいろんなこう役割がね、あるんですけど、それはね、そういうことをね、世の中でこの活動なさったので、その特別なことを、功績をあった方をね、神として祀っていったわけです。鹿児島にはね、西郷隆盛を南州神社で祀ってね、でもね、西郷隆盛、日本では、ね、不思議なんですよ。西郷隆盛はね、国と喧嘩したんです。で、国と喧嘩した人をね、やっぱり祀るんです。これがね、日本独特なんですよ。外国はね、国と喧嘩したりね、悪くした人はね、永遠に壺をかけますよね。だから千年経っても許さないというですね。日本はね、悪霊は許すんです。終わったら悪霊は許すんです。で、そんなんして、ね、日本はね、憎しみを残さないような文化を作ったんです。これからもね、神様にお守りいただいて、いい日本であり、私たちの豊かな心で暮らしていける社会であることを願っています。いや、どうもありがとうございました。はい、第1弾八坂ツアー栄立神宮いかがでしたか。次はですね、高千穂の方に一泊で来たと思います。本当今日ありがとうございました。で、もう参道のこととか、そのお宮のこととか、もう知らないことだらけで、いつも日常にあるそのお祭りのこととか、もうね、いつも周りにあることなんだけど、全然知らないことばかりが知れて、本当にためになりました。はい、ありがとうございます。はい、そうですね、企画をしていただいてありがとうございます。ありがとうございます。本当日本人に生まれておきながら知らないことだらけで、本当にこう自分の今の仕事とか伝えていきたいと思っているのがここに重なり合ってて、もっともっと発信をしていかないといけないなと思います。ありがとうございます。はい、どうも。はい、汚れですね。汚れを払うという意味で、いつでも踊れる状態をこれからも作っていきたいと思います。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、本当にですね、当たり前にやっていたことが実はものすごく無礼なことだったとか、本当にもう改めていろいろな、ね、ルールだったりしきたりだったり、日本人の奥深さだったりっていうのを本当に知ることができました。本当にありがとうございました。すぐ近くにですね、神社っていうのたくさんあるのにですね、意外とその本質っていうの全然知らないんだなと思って、改めてすごく日本の伝統文化を学ぶっていうですね、すごい勉強になりました。これからもいろんな人にもですね、こういうのを伝えていきたいなと思います。はい、ありがとうございました。はい、まあ鳥居をくぐるときは礼をして神様にならないよ、ならないよ。それだけは習いましたので、はい、ぜひ実践してまいります。はい、では最後に皆様、はい、踊って、はい、ということで、また見てね。バイバイ。帰りのバスでは乞食クイズ、参道を歩くときはどこを歩く。早かったね、寺澤さん。8ですね。はい、ピンポン。正解者には八百万の神オリジナルグッズが配られました。大いに学び、大いに笑い、大いにうなずき、大いに感じた八坂ツアー。次回は高千穂ツアーです。どんな学びが待っているのか、次回もお楽しみに。この番組は匠プロモーションの提供でお送りいたしました。